皆さんこんにちは、未来です。今回はですね、こちら普段あんまりしたことがない垂れ目のメイクをしてみたので、よかったら最後まで見てみてください。それではどうぞ。あらかじめベースメイクとコントアは終わっています。まず最初にセザンヌのトーンアップアイシャドウ、ピンクブラウンのこのハイライトカラーですねを使ってまぶた全体に指で伸ばしていきます。その後にこの中間色ですねをブラシに取って、まぶたの真ん中あたりぐらいまでグラデーションにのせていきます。で、少し丸みを帯びるような感じでちょっとクリッククリッとのせたら可愛くなるかなと思ってやってみました。こんな感じです。はい。そして締め色をこの目のまつげの生え際のところにですね入れていきます。で、これも少し丸みを帯びるように、そしてかつちょっと目尻が下がるように垂れ目に見えるようにしていきます。そして先ほど使ったブラシ、何もつけてないんですけど、それでぼかしていきます。そしてまた締め色に戻って、こんな感じで目尻3分の1に入れていきます。そしてハイライトカラーで涙袋をのせていきます。これはですね、結構発色がいいので、チップでするとかなり発色が良くなるので、私は今回ブラシでやりましたけども、よりぷっくり見せたい人はチップでやった方がいいと思います。次にレシィのプリムマジーリキッドアイライナーのラメブラック、まあアイライナーは何でもいいんですけれども、これを使って垂れ目に見せていきます。目尻の方から垂れさせて角度を決めていきます。あんまり垂れすぎると不自然になるかなと思ったので、まあ、自然な感じでそこまではみ出しすぎずという感じでやっていきます。で、その後に筆をですねちょっと横に寝かしてまつげの生え際を引いていきます。次にビセリシェのスーパースリムジェルライナーのプラムブラウンを使って、下まぶたの3分の1、目尻3分の1に上のアイラインがつながるようにですねのせていきます。ちょっとね、下の方ですごい見にくいんですけど、すいません。で、次にヒロインメイクのボリューム&カールマスカラスーパーウォータープルーフを使ってまつげを伸ばしていきます。この時のポイントは、黒目の真ん中の中心のところを一番ボリュームが出るように何度も重ね付け、はい、重ね付け噛みました、しています。仕上がりはこんな感じ。そして下まぶたにも、これはまあ超適当なんですけど、下まぶたにもはい、のせております。次にケイトのダブルラインフェイカーを使って涙袋をですねより強調していきたいと思います。かなり薄いブラウンなので、こういう涙袋に描くのいいかなと思って使っています。で、気持ちなんですけれども指でぼかしています。次に RMK のパウダーアイブロウの中間色を使って、今回はですね、明るめの、いつもより明るめの眉に仕上げていきます。付属のブラシの硬い方ですねに取って眉尻をのせていきます。で、今回あんまり伸ばしすぎず、角度をつけすぎず、結構ナチュラルな感じにしました。そしてハイライトカラーじゃないね、うん、明るいカラーですね、明るいカラーで眉頭をのせていきます。グラデーション眉を作っていきます。次にキスミのヘビーローテーションカラーリングアイブロウのアッシュブラウン、あんまり使ったことないカラーなんですけれども、ちょっと今回明るく眉をしたいので、こんくらい明るいアッシュブラウンを使ってみました。で、私の眉毛結構黒いので、このぐらい明るいとね、なんかね、ダメだね、脱色しないとちょっと黒っぽくなっちゃう。かなりつけました今回。はい。
次にエチュードハウスのドリーミングスワンアイ&チークの5番のカラーを使っていきます。パッケージがめちゃくちゃ可愛いです。で今回は横に流すようにしてからくる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 となじませていきます。そして最後薄いかなと思ったので黒目の下のあたりですね、再度ポンポンポンと色をつけました。そして最後オペラのリップティントコーラルピンクを使っていきます。そして安定のピントが合わないはい、で、まあ普通にリップを塗るだけなんですけれども、結構ね、私にしては珍しいカラーを選んでみました。メイク完成です。どうですか、いつもと全然、もう本当にこういう髪型もあんまりしないし、垂れ目っぽいアイメイクとかもしないし、なんかチークとかこういう明るい色の口紅リップとかあんまりしないし、いつもと全然ガラリと変わったと思うんですけれども、印象は変わりましたか？いつもの私と釣り目の私と、この垂れ目になってるか分かんないけど、垂れ目の私、どっちがいいですかはい、まあそんな方はいいんです、もういいんですということで最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。In trouble with you were always out the door. We set a spark in motion, could have been a flame. Light up the skyline, watch it fall away. Yeah, it could have been the real thing.